皆さんこんにちは、佐藤ノアの青木スーツ局局長の佐藤ノアです。西川鈴鹿です。イエイイエイ。はい、鈴鹿さん、本日は何をするんですか？はい、はい、本日は青木の実店舗の横浜港北総本店さんに来ているので、はい、2人でワンウィークコーデをワンウィークワンウィークコーデを組んでいきたいと思います。なんか楽しそう。まあ、でもワンウィークコーデって言っても、まあ、私たちやっぱ今 OL ですから、そう、あの週休2日いただいてますよ、はい、月曜日から金曜日までの、5 days ですね。はい、5 days、はい、で、私たちが着てくんだよね。はい、着てきます。なるほど。で、何曜日着るかはちょっと後々、はい、お楽しみ に、はい、していただいて、じゃあ早速着ていきますか。着ていきましょう。はい、おうおうおう、青木スーツ客月曜コーデ。週の初めでかっちりきちんとコーデ。週の初めなので休日の気持ちをリセットするためにセットアップでかっちりしたコーディネートにしました。よりかっちり見えるようにネイビーの無地調のスーツを選んでいます。火曜コーデ。社内ミーティングが多いので好感度アップコーデ。ミーティングが多くなりがちな火曜日、女子力の高い柄物のトップスで社内の好感度もアップ。水曜コーデ。社外の人と商談、プレゼン勝負服コーデ。社外の人と大事な商談をイメージしてトレンドのダブルのジャケットをチョイスしました。木曜コーデ。オフィスで資料作成、リラックスコーデ。ゆるっとしたワイドパンツにニットを合わせた楽ちんコーデ。資料作成で長時間座っていても疲れづらいコーディネート。金曜コーデ。仕事終わりに女子会も OK コーデ。仕事終わりにプライベートでも楽しめるように少し明るめのトップスを合わせて週末のワクワク感をイメージしてあります。私たちの1週間コーデいかがでしたでしょうか。いかがでしたですか。いかがでしたですか。日本人いかがでしたか。いかがでしたか。え、何曜日が一番好きだった？自分が来たのは火曜日が好きだったんですけど、うんうん、あ、水曜日のめっちゃ可愛かったです。あ、水曜日、確かに確かに、うん、私はね、結構月曜日のかっちりした感じが好きだったんですけど、うん、あ、でも木曜日だよね、これ。これ木曜日。これちょっとね、なんかあざとくてちょっと可愛いなって、はい、思います。ブルーあざとい。そうそうそう、あざとブルーがね、なんかいい感じだなって。ね、綺麗ですよね、うん、色が。すごい綺麗。ズボンの色となんかパンプスの色も合ってるし、可愛いなって。あざとい女性。はい、思いました。まあね、皆さんもぜひぜひ真似してみてください。真似してみてください。はい、青木スーツ局では私たちがおしゃれな洋服を着てさまざまなことに挑戦しています。毎週金曜日に更新されるので、ぜひぜひ皆さんチェックしてください。この動画がいいと思ったら高評価と、コメントとチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ででん。お。正解ですね。全て止める。全てを止める。ペンと覚えとこう。もうないつ使うか分からんけど、覚えとこう。優秀な得意ですね。そうですね。もうもちろんのことで、はい。